とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、攻撃力の上げ方っていうのをやっていきます。まあ自分でもどれぐらい攻撃力上がっていってるのかがちょっといまいちわからないので、今日でちょっとはっきりさせたいと思います。まず標準となるやつを決めましょう。漆黒丸だね。漆黒丸でちょっと標準を決めます。別にね、装備は攻撃力が上がるっていうやつはしてません。召喚メダルなし。で、頭、サポート率 10% でしょ。で、クリティカル受けない。で、お出かけグッズとかこの辺も全く意味はないやつだね。はい。まあ、こういう感じです。で、漆黒丸の装備も、これだね。クリティカル率は上昇するけども、別に攻撃力は上がらないっていう、そういう装備となってます。必殺技にも、そういう系のスキルはついてない。まあ、これでグランドオーダーアースブレイクを打ったとき、どんなダメージが増えていくのかっていうのをお見せしましょう。ではまずこの感じでいきます。はい。それでは一つ言ってなかったね。ジョブは学園ジョブ、学園ジョブは芸能人学徒でやってます。今回避もしてないのでステータスは全く上がってない状態です。いきます。クリティカルで18000、16000とか、まあ、16000から18000のダメージだと覚えておいてください。まあ、クリティカルの時ですね。大体それぐらいのダメージです。では次は学園ジョブの芸能人学徒、これでステータスを2倍にした時はどうなるかお見せしましょう。どれぐらいいく？3万、あ、クリティカルが出ないな。3万から3万3000。まあ、そんぐらいじゃないですか。3万から3万3000ダメージを与えれるみたいです。それでは、少し攻撃力を上げてみましょう。おしゃれこだわりお出かけセットで、強化ガラス製コンパクトミラー。これを3つ付けました。スピリットがプラス450上がった状態だね。この状態で、グランドオーダーアースブレイク打ってみましょう。それでは攻撃力が450上がったグランドオーダーアースブレイク打ってみます。はい。19000、まあそれ以上あると思う。21000、18000、18000から21000の間だね、のダメージが出るみたいです。それでは芸能人学徒で、ステータスを倍まで上げた状態で続いて攻撃してみます。どれぐらいいく？28000、あ、今クリティカルじゃないね。34000、39000、34000から39000の間だね。結構上がったな。次はもっと攻撃力を上げてみましょう。爆食メダルを装備しました。全ステータス 36% アップ。まあ、攻撃力が今の 36% アップということだね。これでいってみます。では、爆食メダル装備して、ステータスはそのまんまの状態で打ってみましょう。爆食はだいぶ変わるでしょう。いくよ。22000、23000、23000、爆食、まあまあ若干上がるか。22000から23000のダメージ、なんか思ったほど上がらなかったな。では次は芸能人学徒のステータス2倍を狙ってみましょう。さあどれぐらい上がってるか。
クリティカルじゃない。34,000、38,000、4万1000か。38,000から41,000の間のダメージ。まあまあこんなもんなのかな。思ったほど伸びないっていうイメージだね。それではもっと攻撃力を上げていきます。ズラモヒカン、これが人間キャラ1人ごとに攻撃力が 15% ずつアップするっていうやつだね。でメンバーを入れてます。メラとラント君とノズチカ、3人とも変身ができないようになってます。1人につき 15% アップなので 45% 攻撃力が上がります。さあどれぐらい上がるんでしょうか。では人間が3体いるから攻撃力がプラス 45% です。いきます。22,000、26,000、22,000、24,000、26,000、22,000から26,000の間ダメージが増えるみたいです。なんか思ったより上がらないね。 OK、 それでは芸能人ガクトのステータス2倍になってます。どれぐらいいくかいきます。クリティカルじゃない。39,000、37,000、35,000。なんかあんまり上がってない。思ったほど攻撃力が上がらないぞ。ズラをつけると攻撃力が 45% 上がるはずなんだけども、なんか逆に若干下がったような感じになったよね。これはおかしいぞ。上がってるはずなのになぜかダメージが微妙になった。まあもう一個上げれるやつがあるのでこれで上げてみましょう。武器のスキル、無謀なんだけどもこれを変えます。攻撃力が1264からちょっと下がるのよね。捨て身に変えます。攻撃力はまあ90ぐらい低くなるけども攻撃力は 45% アップする。これだね。うん、どう考えても今装備してる武器よりも強いはずだよね。これで攻撃力どれぐらい変わるのか見てみよう。変身いきます。なんかすごい思ったのとちょっと違う感じになってるので、まあ打ってみましょう。まあ前回の、ズラまで装備してきたやつが、まあ、22,000から26,000のダメージだね。ズラにさらに攻撃力を上げるとこれぐらいいきます。31,000、28,000、25,000、これぐらいだね。どうなんだどうなんだ。それでは芸能人ガクトのステータス倍で攻撃してみます。どれぐらい増えるか。36,000、クリティカルじゃない。36,000から41,000、36,000から41,000ぐらいのダメージか。はい、ではまあこんな感じです。で今日やった検証でいくつか分かったことがあったのよ。まずこの装備ね、ズラモヒカンとか爆食ステータスがアップするやつ、これはかけるじゃなくてプラスだっていうことだね。全ステータスの上がり方はプラス計算っていうことです。俺が思ってたのは、この 36% かける 45% かけるっていうかけるかけるでいくと思ったんだけども、プラスされていく感じです。 36% 分の攻撃力プラス、45% 分の攻撃力プラスで最後の、捨て身のね 45% で芸能人ガクトの2倍、まあ、全部かけるではなくてプラスで計算されます。
で全てプラスしていくと 3.26 倍攻撃力が上がるのよ。 3.26 倍でも実際そこまでは上がらなくって、最大上限があるみたい。最大はね 2.5 倍だね。攻撃力が上がる、上限は 2.5 倍までしか上がらないみたいです。それ以上は装備してても無駄だっていうことだね。まあ 2.5 倍上げるには芸能人ガクトは絶対入れなきゃいけないんで、まあ芸能人なしにして、そうだね、 1.5 倍ぐらいのアップでやっていくっていうのも良さそうだね。芸能人はなかなかやりにくいので、あ、でもこれはちょっと意外な感じだった。攻撃力はもう上限なしでどんどん上がるかと思いきや、上限は 2.5 倍です。それ以上は上がらないみたいです。なので装備品を見てね、この攻撃力が何パーセントかアップする、そういうのを計算していって、無駄だっていうところは省いて別のやつを入れていった方がいいみたいです。はい、攻撃力の最大倍率は 2.5 倍までということになります。はい、なんか意外な感じだったね。ではね、また動画出していきます。そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。